発見下町伝説。はい、ということでですね、今日も、11月の、発見下町伝説、張り切っていきたいと思うんですけれども、なんとですね、今日は、史上2人目の、ゲスト、全く予告なしですが、ゲストが来てます。世界の村岡くんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。テンション高いですね。いいテンションですね。世界の村岡です。どうも。世界の村岡くんです。来ちゃいました。どうも何が世界かは後で、まあ、明らかにするんですけどね、はい、村岡君はあれでしたっけ、下町に住んでるんでしたっけ。そうですね。あ、はい、下町に住んでるんです。下町に住んでる、はい、で今日はですね、実は村岡君と僕はですね、居酒屋で友達になっただけでですね、そうですね、飲み屋でしか会わないっていう、はい、でこの間もですね、つい調子乗ってラジオ出ないとかって言ったら、マジいいんすか、俺いいんすかって言ってたんで、いやいやいや、もう村岡さん置いて他はいないということでですね、ありがとうございます。まあ、いわゆる今日はですね、下町伝説というよりは、下町の飲み屋でバカを喋ってるというような感じでですね、行きたいと思うんですけどね。はい、はい、お願いします。いや、ちょっと今日飲んでますか。はい、まだ飲んでない。いや、少し飲みました。あ、少し飲んだなるほど、さすがテンション上げてますね。怖いんです。いやいやいや、そうなんですよね。はい、だ本当はね、10月に出るとかいう話だったね。そうですね。はい、そう、はい、でなんかちょっとお忙しいということで、はい、ちょっと一月遅れでということなんですけど、はい、いや楽しみですね。一月遅れで来ちゃいました。どうも。ラジオはどうですか、初めてですか。緊張してますね。緊張してますか。噛んじゃいましたねいや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 、まあね、噛みますよね。そうですね。まあちょっと今日はね、寒いっす。そうですね、マジで、はい、ちょっと今日寒いんで、はい、この村岡くんのこう熱い、はい、こうなんていうか雰囲気で、ちょっと番組をですね盛り上げていただければと思いますんで、はい、どうですか。もう盛り上げます。いけますか。はい、いけそうですか。はい、わかりましたまあ、というような感じで今日はお送りしてまいりたいなというふうに思いますので、それでは、CM の後ですね、村岡くんのお話をお楽しみください。発見下町伝説ということでですね、今日は世界の村岡くんに来てもらいましたけれども、どうも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 、世界の村岡です。どうも。イエイイエイ。みんな聞いてる。聞いてると思いますよ。聞いてると思いますよ。間違えちゃダメだよみんな。この野郎、多分ね15秒遅れぐらいで聞いてると思いますよ。そうですか、ね。ちょっとずれてるんで怖いっすねちなみに村岡くんはですね、亀戸の千人通りという居酒屋で出会いまして、そうですね、もう何回ぐらい一緒に飲みましたかね。数えきれないですね。数えきれないですかね。はい、なんか最初は奥のテーブルのとこでなんか酔っ払いからかっててそうですね、なんかこの若い人意外となんか昭和な知識をこう散りばめつつ、おっさんをおちょくるのはすげえ得意そうな感じだったんで、こう何気に僕がカウンターに座ってたんですけど、すげえなと思いながらチラチラ見てたら、見られてるの分かった。いや、分かりました。あ、もう声が大きいから、あ、みんな迷惑かけてる、やべ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 すいません。いえいえ、なんかするね。それで、あの時に一緒に飲んだわけじゃないよね。その後だよね、きっとね。僕の会社の人と。あ、なんかあれだよね、カウンターでだけ絡まれてたんだけど、また別のおっさんに。違ったっけ。あ、それは別の時か。そうですね、別ですね。はい。常に絡むか絡まれるかわけが分かんないですね、僕は。何をやってるんですかね。いやー、でもね、そう。で、その、村岡くんって僕は名前知ってるんですけど、はい、下の名前なんていうんですか。村岡 K って言います。あ、 K さん、はい、K ってどういう字か。背景の K です。あ、背景の敬う、はい、素晴らしい名前ですね。それはお父さんがつけられたんですか、お母さんがつけられたんですか。いや、なんか新聞見て、あ、これいいなっていう感じで選んだらしいですよ。なるほど、はい、でも村岡 K いいでしょ、6文字、はい、いいですね。語呂がこうぴったりですよね。なんかね、呼びやすいですもんね。村岡 K みたいな感じですね。漢字、そうだよね。5に対して2個っていう。あ、よくわかんないですね。よくわかんない。言ってることはよくわからない。ちなみに村岡くんはなんで店に来るようになったの？あれは前の会社の
な人ですね、はい、その人に連れて行ってもらって。そうですね、でもだんだんあの最近一人で来てますよね。そうですね、一人で来るの勇気いりませんでした？いや、みんないるから大丈夫だと思いました。おー、さすが野村さんも来るし。さすが世界の村岡どんな世界だっていやでもなんか世界のっていうこう雰囲気ありますよね。こうなんかいつかやってくれるんじゃないかみたいな、こうワールドワイドですかね、ポテンシャルが。いや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 、あるなと。いつやるんですかね何年後なんですかね。いや、わかんないけどねものすごい50年ぐらい経ったりしてね。そうですね、でもなったらいいじゃないですか。そうですね、世界の、ね、じゃあ50年後は人間国宝に人間国宝になりたいななんて、ね、思っちゃって。ちなみに村岡君はね、はい、あの、はい、バンドとか音楽もやってる、ね、そうですね、音楽、音楽めちゃめちゃ詳しいですよね。いやいやいや、なんか昔の昭和とか詳しいじゃないですか。そうですね、うん、はい、なんか どうしてそんな詳しいんですか。やっぱ古いものってかっこいいっすよね。新しいものももちろんかっこいいですけど、うんうん、やっぱ古いものはやばいですよ。古いものが好き。やばいっすよね。古いものが好き。はい、あ、例えばどういうのが好きなんですか。昔のだと、昔のちょっと日本人とかですか。最初聞いてわーとか思ったのってどんな、あの歌謡曲でも何でもいいんですけど。歌謡曲、まあ、ロックでも何でもいいんですけど、ロック、なんか、はい、うん、これはっていうのは村八分ですかね村八分ね。村八分はちょっとマイナーかな、どっちかと ね、 そうね、あの僕が大学生の時は結構全盛期でしたけど ね、うん、はい、あでもあれですよ、もともとはボーイが好きでした。あ、ボーイね、はい、氷室と布袋さんと。それは分かりやすいですね、はい、でもボーイって言ったらそんな昔じゃないよね。そうですね、はい、とかあとブルーハーツとか。ああ、やっぱちょっとそっち系ですか。そうですね、そっち系です。パンクロック、パンクロックでがいいっすね。オリジナルとか作ってるんですか。いやー、作ってないっす。あ、作ってないの。コピってます。あれ、この間なんかでもちょっとなんかこれ僕が作ったんですとかって言ってなかった。あのなんかこれ聞いてくださいとか。あれ違うんだ、コピーなんです。コピーっす、コピーっす。あ、そうなんだ、はい、ちなみに村岡さんはボーカル、はい、ボーカル、ギターですね。ギターボーカル、はい。でもギター弾きたくないです本当は。え、弾きたくないの。歌いたいんです。あ、歌いたいの、はい。ギター弾きながらじゃダメなの。いや、難しいじゃないですか。2個できないですよやっぱり。まあね、でも1個もできないんですけど。いやいやいや、そんなことです。なんか1回カラオケ行ったよね。そうで、行きました、行きました。全く覚えてないんだけどさ行きましたね。あの時なんか歌ってたの。僕は銀杏ボーイズ歌ってました。銀杏ボーイズ、銀杏ボーイズ歌って。そうだっけ。野村さんが、あの金賞歌ってました。ロックでもねえな、この。そう、なんかでもそこで、うん、そのサブカルがつながるみたいな。ああ、そうかそうか。銀杏ボーイズのボーカルの人も金賞好きなんで、うん、なるほど。グミチョコレートパインっていう、あ、言えない、あのやつを、はい。ああ、なるほどね、はい。あれ、そこでつながりはしたけど、はい、まあ、聞いてる方はろくでもなかったでしょうね、きっとね。そうですね、多分一緒に一人若干一人、あのカラオケボックスにもう一人いたような気がしますけど。あそこにいる人が。いやいや、いなかったんだっけ。いなかった。2人で行ったんだっけ。2人で行ったんです。行ってない。そう、行ってない。あ、そうか、じゃあ2人で行ったの。2人です。2人です。そうか、そうです。なんかの勘違いだよね。そうです。ああ、なるほど。そんだけこうありますね大物感があり、大物感がね、はい、もうなんか引き連れてる感満載ですもんね。そうっすよ、うん、だって俺外出たら多分あるっすよ、なんかこう大名行列みたいですよ多分ゾロゾロ、はい、なんか汚い人がいっぱいついてる。なんかいい気分はなくなんか怖い人ばっかついてる。なんかドレッドヘアとか言いながら、実はそれただの、そう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 、洗ってないでしょでもかっこいいっすね、そういう人が。まあね、はい、確かに失礼と、はい、ちょっとソウルな感じでね。そうっすね、うん、ちなみにすみません、これ下町伝説っていう番組なんで、はい、そうですね、はい、村岡どこに住んでるんですか。僕平井に。あ、平井、はい、平井ってのはやっぱこう下町っぽいんですか。下町ですね。おお、はい、なるほどなるほど。あれですか、そのなんか商店街とか下町っぽい雰囲気ってのはなんかあるんですか。今、あ、でもありますかね。今でもちっちゃいもん、まあ商店とかというかお店はありますね。なるほどなるほど、はい。なんか、え、でももう昔から住んでるの、そこに。そうです、もう34年住んでますよ。お、え、じゃあ本当に生まれた時からってこと。そうですね、はい。じゃあ小学校も。そうです。中学校も、はい、あの辺。高校はまあ違いますけど、高校は江東区です。あ、え、そうなの。そうだ、結構近いんですよ。あ、そうなんだ、はい、江東区だから墨田区とかその辺。じゃああの辺地元の友達もっといっぱいいるんじゃないの。いや、いないです、いないです。え、嫌われたんで。あなるほど
あなるほどね、はい、でも居続けるっていうすごいよね。あと全然目立たない人だったね。ああそうなんだ、はい、大体小学校でさそういうなんか嫌われてるとかさするとさなんか俺は変わった感を出すみたいなことをあえてこう変革地に行ってみたりするじゃないそうですそうです。そこを居続けるってすごいよね、はい、なんかねやっぱりそこが下町の魅力っつう感じなんですか。そうですかね。あちょっと今強引に結びつけてかっこいい結びつけ方あのちなみにそれで何、はい、あのお気に入りの店とかないんですか。お気に入りあの平井でパン屋さんがあって。パン屋さん、はい、おどんなパン屋さんなんですか。もう多分 3,40 年ぐらいやってると思うんですけど、あの美味しいパン屋桜堂っていう。桜堂、はい、もうかなりローカルなんですけど。それでも小学校の時からあるってことね。 3,40 年ってことは区画整理されて、うん、前にあった場所から違うとこ行ったんですよ、うん、へ、まあ、そこでもやっぱ人気あって毎日人をたくさん来て、特にな何がおすすめなの。卵サンドが美味しいです。卵サンド、はい、卵サンドってさいろいろあるじゃないですか。あのほらこうなんかこう刻んでやってるやつとかさ、はい、あのちょっと丸のままこう薄くしてとかさ、はい、どんな刻んでるやつ、ね、刻んでるタイプ、はい、結構マヨネーズがこう効いてる感じ。なんかバターが効いてます。バターが効いてる、はいはい、ちょっといいねそれは、はい、サンドイッチなの。サンドイッチです。でふわふわしてるんですよパンが。お美味しいんですよマジで。はい、耳とかついてる方。あ、ついてないです。あ、ついてないやつね。ついてない。あ、じゃあちょっとあのランチパックみたいな感じでちょっとこうふわっとした感じ。そうですそうです。あ、なるほど。もうたまんないですよ。なるほどね。それ以外は？それ以外は卵サンドがなんかないの？僕が好きなのはあの硬いパンシリーズ。なんかどういう？フランスパン。あ、なるほどね。硬いパンシリーズってのがあって、はいはい、ツナフランス。何？ツナが入ってるんですよ。フランスパンの中にツナ。でそれが美味しい。そのフランスパンをその、はい、こう開いて挟んでる感じ。そうですそうです。ああそうなんだ。硬いんだ。硬いです。あ俺硬いパン好きなんですよ。でもいいよね。はい、現代人はほらなんかもう硬いもの食べないからさ。そうそうそう、顎を使わないから。そうそうそう、はい、じゃあもう顎の力バッチリみたいな。そうですそうです。あの多分車とか引けます昔の。びっくり人間みたいな。懐かしいね。よく知ってるよねそういうの。やってないでしょ現役で。いややってないですよ。でしょ僕らの感じだよあれ。そうですそうですね。あの歯でこうさ、はい、こうトラック引っ張るとかでしょ。そうです。案外見てる番組がちょっとくだらない、ね、いやいやいや。なるほどね、はい、そうか、ちょっと、はい、それはちょっと今度は食べたいな。そう、あ、じゃあ持ってきます。はい、うん、はい、ぜひ、はい、桜堂、桜堂ね、桜堂、わかりました、はい、じゃあそろそろ前半終わりなんでですね、はい、後半はじゃあちょっと別のお店のなんか質問かなんか、はい、分かりました、すればいいかなということで、はいはい、村上くんです。むん下町伝説ということでですね、今日は、世界の村岡くんに来てもらってます。どうもどうも、世界の村岡です。あ、いいねそのためがね今イエイイエイですよ。イエイ感半端ないですよ。もうこれでもね別に酒飲みながらやってるわけじゃないですからね。そう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 、このテンションを保つの結構大変だよねやっぱね。そうですね、まあ、やっぱり今ちょっと休憩中にちょっとはーってなっちゃいますけど申し訳ないですけど緊張してますよ本当。今緊張してます。今緊張してるらしいですよ。みんな元気？お、ラジオというのはですね返事が返ってこないんですね残念なことに。怖いですね。残念なことに返ってこないですね。みんな元気なのかい？本当にね、だいたいこの放送ね去年の12月とか1月に始めたんですけど。あ、そうですか。じゃあ来月で1周年。そう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 。あ、じゃあもうすぐ1周年ゲストですね。また僕どうすか、もうアニバーサリー、どうせならもうコーナー持つってのどう。いいですか、うん、いや、やりますやります。世界の村岡くんコーナー。そうですね、うん、ロケしますよ。あ、ロケ、はい、あ、下町。そうっす。あ、最近後岡さんが亡くなって、はいはい、あ、それの意思を僕だと勝手に解釈してみたいな感じ。じゃあもう番組名ぶらり下町伝説みたいな。いや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 、まずいかそれ。いやいや、ダメです。まずいまずいまずい。ダメです。でもロケいいよね。ロケいいですよね。うん、なんか下町なんかさ、はい、どっかそういうロケハンしてみたいようなとこどっかありますか。なんかこう亀戸の線路の裏の方って結構、うん、商店街っぽいじゃないですか。あ、あるね。そういうところ。はいはいはい、あそこいいっすよね。あそこね、はい、
なんか細いところでしょ。そうそう、立ち飲み屋もなんかこう、こ怖くて入れない、うん、3時ぐらいから飲みするからもう目が違う早いよでもね、早い早いお前ら何時まで飲む気だみたいなね。そうそうそう、多分あの酒とかも変なやつ入ってますよ。なんか危ねえ、合成酒っすよあれ多分。ちょっとこう昔なんか目が潰れるとか言われた、なんとかアルコールみたいな。そうそうそう、メチルアルコール。ああ、やばいよねそれ。そうそうそう、あれ一文字違いなんで、エチルアルコールとメチルアルコールどっちがどっちなんだっけ、わかんないです。なんか確かどっちかが目が潰れるとか言われたんだけど、そうそう、どっちなんだろうねみたいなのがあってさ、両方潰れるんじゃないですかそういうことなるほどね。これは危ないです、ね、いやでもさ、はい、それ勇気いらない。でもさ、その3時ぐらいからこんな目してる人にさインタビューするんだよ、だま、はい、ーとかっつって。いや僕もその前にベロベロですからもう超えてますから泥酔してんの。泥酔してできないできないダメだっつったら CM まで30秒ですとかやったらもう分かんなくなっちゃって、もうあれ、はい、とかって3分みたいな。そうですね。いやそれダメですよやっぱりえ、でも生でやるんですか。いやいや、まあ録音でもいいと思いますけどね。そう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 、だから下町はやっぱまず商店街ってあるね。そうですね、下町。そうですよ、商店街。商店街ね、商店街。やっぱなんだろう、僕もこのあそこの亀戸商店街結構好きなんですけど、はい、やっぱり肉屋、肉屋、はい、肉屋いいっすよね。肉屋いいっすね、うん、肉屋僕友達肉屋やってますよ。マジっすか。肉、どこで肉やってんの。あの平井で。え、やってんの。僕の同級生が、うん、へ、一応宣伝しときますよ、あの山岸商店っていう。山岸商店、はい、お、はい、でも本当あのお惣菜とかが美味しいです。お惣菜も売ってんの。売ってます。へ、コロッケとか。あ、お肉屋さん、お肉を使って。そうそうそう、はい、あ、そこなんかさ、あのそこの商店街のお肉屋さんは、はい、本当にお肉屋さんなのよ。へ、要はこう塊が置いてあってさ、はい、こう注文に応じてこう切ってくれるみたいな。昔はそういう肉屋があったんだよね、商店街に。今スーパーでさ、こう薄切りとかさ、はい、なんかもう切ってあるじゃんあれ、はい、あれなんかちょっとね、なんか良くないなと思うんだよ。ああ、そうですね、うん、味気ないですよね。そう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 、やっぱこう人との会話でこう、うん、今日じゃあおまけしとくよみたいなことありますもんね。ちょっとグラムがさ、こう、あ、行っちゃったみたいな。そうですね、じゃあこれおまけみたいな、ね、あるじゃないですか。それがいいですよね、うん、これまさに発見下町伝説ですね。伝説ですな。いや、そういう肉屋減ったよね。減りました、減りました、うん、なんかね、そこの肉屋ね、結構見るとね、はい、客入ってないんですよあれ、ね、多分間違いなくね10年後になくなると思うんだけど、今ねちょっとだからあれコロッケとかに手出してるんですよ。ああ、そうですね、あの揚げたてとか揚げた、はい、うん、美味しいですけど、ね、美味しいですけど、ね、あれ何なんですか、ね、あの引き出しみたいな昔あった、あ、パン粉と、うん、そうそうそうあれ引き出し何なんですかねあれだからさ、多分ほこりがかぶっちゃうかしまっとくじゃない。俺もあれタンスだと思ってました昔着物とか入ってんのかなって衣だ、衣だだけにうまいなぁ。さすがっすね。うまいなぁ、衣だだけに来てるね、なんかね。そうそう、いけるんじゃないですか。もう来月からコーナー持ったら本当に。あ、いいですかね。じゃあ、はい、お願いします。タイトル考えててくれる村岡圭のどうでもいい話どうでもいいんだ、はい、この前、はいはい、どうでもいい、はい、どうでもいい話。いや、どうでもいい話なかなか難しいよ。そうですね、うん、フリースタイルで、フリースタイルで、はい、こうラップを取り入れながら、ラップを取り入れながら、ちょっと噛みながら、おいおおおよよとかそうだよね、はい、でもその下町って言われると、まあ、亀戸とかもそうです。平井はやっぱそういう商店街あるんですか。商店街、商店街、そうですね、ありますね。うん、あるけどでも個人のお店は少なくなって、少ないのできましたね。ああ、商店街、そうですね、少なくなってきましたね。駄菓子屋とかもないですもん今。あ、駄菓子屋ないね今ね、はい、あの昔学校の外に必ず駄菓子屋とかさ、そうそうそう、ありましたね。なんかあの文房具置いてある、はい、ありましたよね。ありました、ありました、うん、駄菓子屋ないね確かに。ないですね。あ、平井にもあったの昔。ありました、ありました。 あのよく行ってましたけど、もう全部潰れちゃいましたかね。あのよっちゃんいかとかさ、よっちゃんいか、はい、あとなんだっけ、なんとかラムネとかさ、フエラムネ、フエラムネとかね、ふがしとか、ふがしとか、ね、あんこ玉とか、あんこ玉とか、あとあのなんかさ、オレンジ色のあのボール状のガムあったじゃない。あ、はいはいはい、あれでこうさ、こんなちっちゃい箱でこう4つぐらい入ってるなんか、はいはい、なんとか風船ガムって、はいはい、売ってなかった。あんまり、あれじゃないですか、押して、あ、押すやつか、あれ。そうそう、押すやつですよ。で 10円とか20円とか当たるやつがあるんですよ。はいはいはい、はい、あ、そういうやつね、ありました、はい、そういうやつでね、はい、そうかそうか。いや、でもなんか駄菓子屋は亀戸もね、なんか昔あったんだよね、あの亀戸餃子の通りになんかあったのよ、はい、昔で潰れて、なんかね、亀とかもなぜか売っててね、不思議な店があったんだけど、5、6年前に潰れて、あそこの通り、あ、そっか、じゃ今ね通ると八百屋があるんだけど、あそこが昔ね、変な
変なだったんだよ。でなぜか亀が売っててさ、うん、緑亀、あのちっちゃいやつ。すいません、なんか。いや、そうなのよ。そう、駄菓子屋なくなっちゃったからね、はい、でもあのサンストの中に入ってますよね。あったっけ、はい、まだあるんだっけ。駄菓子屋というか、なんかこう、まあいろんなものが売って、まあ駄菓子屋さんですね。駄菓子屋というか、なんか商業的な商業的な、はい、おばあちゃんとかじゃなくて若いお姉さんがやってるっていう、あそういう感じのね、はい、ショッピングモールの中に入ってるじゃないですか、はい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 、そんな感じです、はい、なるほどね、はい、いやでもそう、下町といえばやっぱ駄菓子屋、コロッケ屋、はい、居酒屋と。あ、居酒屋、そうっすね。居酒屋か、あの千人鳥以外は亀戸どっか行ってるんですか。行ってないですね。すげえ。ほぼですね。あ、はい、平井は行ってないですね。あ、行ってないの。まあ有名なとこありますよね。まっちゃんとか。あ、まっちゃんね、はい、まっちゃん一回行ったのよ、はい、すげえなんか混んでるし。混んでますよね。あ、だから家族連れで来てるよ ね、 そうなんですね。なんか知らないけど、はい、あの赤ちゃんとか来てるよね、はい、あのすごい不思議な、あのなんか畳がドーンってあってさ、あれね、実は亀戸にもあるんです。そうです、知ってんだ。知ってます。さすが知ってますね、はい、そうそう、あの結構奥側の方ですよね。そう、はいはい、あとなんか平井のさ、こう出たところに有名 な、 なんかあんこう鍋だ、はい、そうあれ なんつうの、トヨタ屋。トヨタ屋、ああそうあそこ行ったことないんですよ、僕。僕もね、あの行きたいですよね。今度行くか、はい、頑張って行ける、はい。じゃあ今度が、あれだね、村岡圭と野村秀幸 の、 あの居酒屋探訪みたいな感じで行ってみましたみたいな。あ、それいいっすね。どっかで聞いたことある番組だけどね、はい、月曜日っていうと。あ、そうだ、この後始まっちゃうやつですか。始まっちゃいましたよね。9時からやるやつじゃん。そう。でもあれ一人じゃん。そうですね。こっちはさ、二人でさ、ね、こうなんかこう、ああだこうださ、だまーとか言いながらさ、でこう、なんか、突っ込んでみたりして。なんか、時々村岡くんが泥酔しちゃってさ、まあまあまあとか言ってさ、こう、そういう感じでも。まず店に行って絡むっていう。そう、絡む、そう。あの、ご常連と絡むみたいな。そう、絡んで、そこからですかね。マジで怒ってるよ、みたいな。やべえ、ちょっと野村さんがもう、嫌い余りしてる。すいませんでした、とか。で、仕切り直して、じゃあもう一回飲み直すか、みたいな感じで。ご常連の機嫌も直ったところで、もう一杯、みたいな。もう一杯、そうっすね。すげえな、それ。ものすごいデンジャラスな番組になりそうだよね。いや、そう、面白いかもしれない。いや、いいっすね。いいかもしれないね。いや、でも、じゃあちょっとリストアップしますかね。そうですね。亀戸と平井で、はい、あと錦糸町ぐらい、錦糸町入れますかね。そうですね、うん、新小岩も結構ディープですよね。あ、新小岩 ね、うん、いいかもしれない、はい、じゃあちょっとそのあたりで、そうですね、うん、はい、ちょっとリストアップして、はい、次回そうです、ね、発表しましょうか、はい、はいはい、よろしくお願いします。ということでですね、今日は村岡君をお迎えして、参りました。発見下町伝説。はい、ということでですね、今日の、発見下町伝説はなんとあの世界の村岡くんを、ゲストに迎えてやってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。いや、寂しいですね。どうですか、今日やってみて。いや、喋れないもんですね。あ、そうですか、はい、あ、緊張ばっかしてました、ね、でもなんか見てる限りちっとも緊張してる風ではなかったですけどね。いや、めちゃめちゃもうバクバクです。バクバクですか、はい、あ、もう次ワンコーナー任せる状況になりつつありますので、はい、僕は逆にこうあれですか、今度聞いてるタッチですか。あ、そうですか。コーナーはちょっと僕は邪魔しないように。いやめちゃめちゃ邪魔してください。かまってください。ちなみに、ね、今日はお友達結構聞いてるんですか。あ、聞いてると思います。マジですか、はい、じゃあちょっと公共の電波ですけど、ちょっとお友達に一言。いや、特にないっす。あ、ないんだ。せっかく聞いてくれてる。バーカ。あ、出た。ひでえな。あ、僕。あ、出た。キー。ひでえな。いやいや、ちょっとね、さっきディレクターズルームからクレームが来ましてですね、村岡圭君の K はですね背景の K であって尊敬の K ではないと言われまして、そうですねと思って、背景の K でしたね。失礼しました。手紙とか書くやつですね。
まあ、あのもしかしたらラジオの向こうであれ敬うって読むんだっけとかっつって俺漢字わかんねえからなってか思ってる人もいるかもしれないね。はい、ここはちゃんとやっとかないと、あの、NHK なんで、あ違う NHK じゃないNHK ではないが、ワロップですね、はい、ワロップです、はい、まあ、あのちょっと今日はあの、全くのね、はい、あのネタ振りもなく、そうですね、あの来ましたけど、はい、大丈夫でしたか。あの大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、次ちゃんとネタでも考えときますかね、じゃあね、はい、もうノーガード戦法で今日来ました。ノーガード戦法でじゃあ次はちょっとこうネタ仕込んでこう、はい、コントでもやってみますか。ダメー下町コント。そうですね、ね、はい、それちょっとあるかもしれない。でも、ね、逆にねそういうことやるとね噛むんだよ ね、 そうですよね、セリフ間違えちゃいけないと思うからね。やっぱフリースタイルが一番、フリースタイルがやっぱり一番、フリースタイルが一番、フリースタイルできますか、じゃあ、はいはいはい、ということでですね、11月も、下町伝説が、はい、終了したいと思います、今年ねもう12月最後でございます。はい、今日は村岡くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。